ルミックス G シリーズはパナソニックが製造・販売するミラーレス一眼カメラのシリーズである。製品の型番は2016年まで DMCG で統一されていたが2018年現在は DCG である。同社のデジタルカメラシリーズであるルミックスの派生シリーズとなる。マイクロフォーサーズシステム規格を採用している。 気軽に持ち歩ける小型、軽量さ、一眼レフカメラ並みの画質、表現力、簡単な操作をコンセプトに作られた。同社とオリンパスが、フォーサーズシステムを元に新たに策定した、マイクロフォーサーズシステム規格を採用し、従来の一眼レフカメラよりも大幅な小型化を実現した。2008年10月31日に、第一弾となるルミックス DMCG1 が、 発売された。同期はマイクロフォーサーズシステムおよびミラーレス1、ガンカメラの第1号機でもあった。ライブビューファインダーを内蔵した G シリーズ、G シリーズをベースに、動画機能を拡充した GH シリーズ、ライブビューファインダーを省略し小型化した GF シリーズ、GF シリーズをベースに、GF にないライブビューファインダーを内蔵し、さらに高性能化と高画質化を図った。 GX シリーズ、コストダウンを図りながらも、特徴的なデザイン設計と徹底した小型、軽量化を図った GM シリーズがある。基本的にほとんどのモデルは、日本製であるが、GM シリーズと GF7、GF6 の一ブロット、G8 は、中国製である。GX7 を除いた、ビーナスエンジン HD2 以降の、ビーナスエンジン搭載モデルで、 パワー OIS 対応。それ以前のモデルで、パワー OIS 対応レンズを装着した場合は、メガ OIS 機能の手ブレ補正となる。GX7 については、カメラボディ内手ブレ補正機構のみ、搭載のため、メガ OIS ないし、パワー OIS 対応レンズを装着してもメガ OIS ないし、パワー OIS の機能が働かないが、GX8 や GX7MK2 などの、 デュアル IS 対応モデルでは、メガ OIS ないし、パワー OIS の機能にも対応している。ビーナスエンジン FHD 以降のすべての、ビーナスエンジン搭載モデルと GH シリーズで、フル HD 動画撮影に対応。また、4K 動画撮影対応モデルでは 4K フォトに対応。スタンダードモデルのシリーズ。GH シリーズの連価モデルに近い位置づけである。 G シリーズに動画機能を強化したモデル。事実上のフラッグシップモデルにあたる。G シリーズからライブビューファインダーを排除した小型モデル。もともとは小型モデルとして開発された DMCGF1 の流れを組み、DMCGF2 以降は高機能エントリーモデルの位置づけとなっている。d m c g f 六の高機ロットより製造が日本製から 中国製切り替わった DMCGF1 の流れを組む小型高級ハイエンドモデル DMCGX7 以降はシリーズ唯一のイメージセンサーシフト方式手ブレ補正機能を搭載しているフォーカルプレーンシャッターを5幕のみとし線膜を電子的に行うことで小型化を実現したモデルすべてのモデルは中国製である GF シリーズから 余計な機能をそぎ落とし、特徴的なデザイン設計のエントリーモデルの位置づけとなっている。本体側での手ブレ補正機構は不採用。ありがとうございます。